暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。あれもポイして、これもポイして、捨て活捨て活。ぷーちゃん、捨て活するのはいいんだけど、ちゃんと物と向き合わないとまたリバウンドしちゃうよ。こんにちは、お片付け研究室チャンネルのパンです。今回は1年でいつの間にか家が片付く方法というテーマについて、辰巳渚さん著、捨てるすっきり生活をもとに考察していきます。例えば、部屋の大量のものを面倒に感じ、片付けたくても片付けを始められない、そんなお悩みに心当たりはありませんか？今回の方法を知らないと、いつまでも大量のものが片付かないままです。しかし、この動画の内容を実践していただくと、1年で努力しないで家をすっきりさせることができるでしょう。このチャンネルでは、暮らしを良くする有益な情報をたくさん配信していますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは、具体的な方法を解説していきます。今回取り上げるのは、辰巳渚さんの著書、捨てるすっきり生活。本書で紹介されるのは、ズバリ一週ごとに一つのものに絞って捨てていく仕組み。1年間継続すると、いつの間にか家全体が片付いているという、まさに魔法のような内容です。一言で言うと、物付き合いを良くするです。なぜ片付けられない？どうすれば片付けられる？著者の辰巳さんは、そのような悩みについて、物が片付けられないのは物付き合いが悪いからだと答えています。そもそも人付き合いとは違い、物は言葉を喋りません。家が片付かないわけは、物が語りかけている無言のメッセージを受け取っていないから。辰巳さんはそのように主張します。ということは、逆に考えれば、物からのメッセージに耳を傾け、物付き合いを見直すだけで、家はすっきりと片付くということです。さらに、物付き合いを見直すために一番に掲げる原則、それは、物は使うためにあるのだと辰巳さん。物は使うためにあるを軸にすると、捨てる捨てないものの基準がはっきりします。また、辰巳さんは次の2つのシンプルな原則を守ることがおすすめだとしています。使うものは大切に持つ、使わないものは捨てる。これらの原則を行うことで、いつの間にか綺麗になっていると実感できる、そんな辰巳さん流の片付けメソッドを取り上げていきます。本日のお品書きはこのようになっています。1年でいつの間にか家が片付く方法について、3つのポイントにまとめてみました。物を仕分ける2つのステップ、使うかわからないものと向き合う、上手に捨てるを維持するために。それでは参りましょう。まずはじめに、物を仕分ける2つのステップについて解説していきます。辰巳さん曰く、物を捨てる捨てないを決めるには、次のような2つのステップが必要だと言います。ステップ1、使える使えないで仕分ける。ステップ2、使う使わないで仕分ける。それぞれを順に説明していきます。ステップ1、使える使えないで仕分ける。まず、すべてのものは使えるものと使えないものの2つに分けられます。使えるもの、そのままステップ2に進みます。使えないもの、次の3つに分けられます。辰巳さんはここで使えないからといって諦めないことを提案します。つまり、直したりきれいにすれば使えることがあります。そして、使えるものになった場合はステップ2に進み、どうしても直せないものは捨てるに仕分けられるということです。ステップ2、使う使わないで仕分ける。先ほどのステップから使えるものだけ残ったわけですが、そこからさらに3つに分けましょうと辰巳さん。このうち、使っている必ず使うものは収納し、使わないほとんど使わないものは取っておいてもしょうがないので捨てるに回します。問題は、使うかどうかわからないもの、こちらについては次の章で詳しくお話しします。以上、
辰巳さん流の2段階のものの仕分け方を見てきました。まず、ものが使えるものなのか、そして頻繁に使うものなのか、現実的に向き合うことが大事だと分かりますね。続いて、使うか分からないものと向き合うについて解説していきます。先ほど、ものを仕分ける2つのステップをご紹介しました。その中のステップ2、使う・使わないで仕分けるで、一つ曖昧なジャンル、使うかどうかわからないものがありました。この使うかどうかわからないものについて、辰巳さんは例えば次のような判断の仕方をヒントとしています。まだ使いたい、収納場所に収まる、好きというものは残す、もう使い切った、収納場所から溢れる、あまり好きではないものは捨てるに回す。迷うことは誰にでもあるので、まず判断しやすいと思ったところから少しずつ進めるのが良さそうですね。以上、使うかどうかわからない、そんなグレーゾーンなものとの向き合い方を見てきました。自分がそのものをどう使っていきたいのか気持ちと向き合う、そのように手放すか否かの判断ができるとわかります。最後に、上手に捨てるを維持するためにについて解説していきます。本書のお片付けの内容を1週間ずつ合計1年間続けることで、確実に家の中が片付いていくのだと辰巳さんは主張します。しかし、それでも気が緩んでリバウンドしてしまうことはお片付けにはつきものです。そこで辰巳さんはリバウンドしないための方法を2つ提案しています。リバウンドチェック、完璧を目指さない。ここでは特に完璧を目指さないについて見ていきます。完璧を目指さない、辰巳さんが掲げる1年間かけて行う片付けの理想の状態、それはすっきり片付いているレベルではなく、いつの間にか綺麗になっているレベルなのだと言います。テレビや雑誌で見る完璧に片付いた家に憧れることは誰にでもあります。しかし、人はその憧れに向かって次のような行動に出てしまうことがあると、辰巳さん、無理して体を壊す、ストイックになりすぎる、このようなことがきっかけで、それこそダイエットと同じようにリバウンドしてしまうのだと言います。なので、片付けを継続するなら、自分にとって無理をするのではなく、程よく綺麗になる程度、毎日コツコツ続けられる程度、そのようにしていけばリバウンドは遠のいていくことがわかります。では最後に、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、2段階の仕分け作業で使うものを判断できるということ。次に、使うかわからないものはどう使いたいか自分の気持ちと向き合うということ。そして、リバウンドしないために無理をせず程よく継続を目指すということでした。辰巳さんの主張は、とにかく捨てましょうということではなく、物付き合いという言葉が一つのキーワードになっていました。好きだから直してでも使いたいのか、嫌いだから使いたくないのか、物と付き合っていく上で自分がどうしたいのか、その気持ちに日頃向き合っていたかどうかがポイントになるのだと分かりましたね。辰巳さん流の大事なものとはちゃんと付き合っていこうという姿勢をぜひ取り入れてみてください。この動画を見ているだけでも、あなたのお片付けへの意識は十分高いです。ぜひ繰り返しご覧いただき、自信を持って片付けを進めてみてくださいね。以上で、1年でいつの間にか家が片付く方法の解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは、片付け、掃除、家計に関する本を紹介しながら、暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたら、チャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。また、このチャンネルの運営会社アシストでは、公式 LINE のご登録をお待ちしております。
お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次回の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。